ビアボール、ナンバーワンビアボトークボールワン夏、変2分9秒ナンバーアンダーラインアイ、平野翔ショジングージユータ、ガンユータ、サントリー。翔さんがアセロラ知ってるのが嬉しい。夏は日本にとって特別な季節です。花火大会、祭り、ビーチでのバーベキューなど、様々な楽しみが待っています。そして今年の夏、 さらに楽しく過ごすための新たなアイデアが登場しました。それがビアボールです。ナンバーアンダーラインアイのメンバーが提案する夏のナンバーアンダーライン1ビアボールは暑い季節にぴったりの爽やかな飲み物です。ビアボールとはビールとフレーバーを組み合わせた新しい飲み方です。アセロラ、メロンソーダ、レモンなど夏を感じさせるフレーバーが揃っており、 自分好みの組み合わせを楽しむことができます。この新しい飲み方は飲み会や家でのリラックスタイムにぴったりです。この夏、ナンバ・アンダーライン・アイのメンバーがビアボトークと称してビアボールの楽しみ方を紹介するトークショーを開催しました。彼らのトークショーはファンにとっては見逃せないイベントであり、毎回多くの視聴者が楽しみにしています。 彼らの自然体な会話や各メンバーの個性的な選択がビアボールをさらに魅力的に感じさせます。トークショーの第一弾では夏をテーマにメンバーそれぞれの夏の定番を紹介しました。翔くんはアセロラ、神宮寺くんはメロンソーダ、岸くんはレモンを選びました。どれも夏らしい爽やかなフレーバーで視聴者もそれに影響されて、 早速試してみる声が多く寄せられました。ビアボールの作り方はとても簡単です。まず、お好きなフレーバーを選びます。次に、それをビールと混ぜるだけです。例えば、アセロラビアボールなら、アセロラジュースとビールを1コロン1の割合で混ぜます。メロンソーダビアボールやレモンビアボールも同様に作れます。簡単に作れる上に、 見た目も鮮やかでインスタ映えすること間違いなしです。トークショーの放送後、ファンからは多くの反響がありました。SNS には、ハッシュタグナンバーアンダーラインイチビアボトークや、ハッシュタグ科のナンバーアンダーラインイチビアボールといったハッシュタグで感想が投稿され、皆さんが実際に作って楽しんでいる様子がシェアされています。アセロラ、メロン、 レモンドレも夏にぴったり、早速アセロラを買ってきたので試してみます。といったコメントが多く見られ、ビアボールの人気が伺えます。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、それぞれが個性的でありながら、絶妙なバランスでトークを繰り広げます。翔くんのリーダーシップとユーモア、神宮寺くんの優しさと知識、騎士くんの明るさとエネルギーが、一緒にいる時の心地よさを生み出しています。 彼らの自然体な会話は視聴者にとってまるで友人と一緒にいるかのような感覚を与え、ビアボールの楽しみ方をより身近に感じさせます。ビアボールは家での飲み会やバーベキュー、花火大会など様々なシーンで楽しむことができます。以下にビアボールをさらに楽しむためのアイデアをいくつか紹介します。1、フレーバーを組み合わせる。 ビアボールのフレーバーは1種類に限定する必要はありません。アセロラとレモンを組み合わせることで甘酸っぱく爽やかな味わいが楽しめます。2、氷で冷やす暑い夏にはビアボールを氷でキンキンに冷やして飲むのがおすすめです。見た目も涼しげでより爽快感が増します。3、カクテル風にアレンジ。ビアボールをカクテル風にアレンジしてみるのも楽しいです。 例えば、ミントの葉やレモンのスライスを加えることで、見た目もおしゃれなビアボールが完成します。読むおつまみと一緒に、ビアボールに合うおつまみを用意することで、さらに楽しみが広がります。枝豆や唐揚げ、チーズなど、ビールによく合うおつまみを選びましょう。第2弾、第3弾と続く、ビアボトークも、どんなテーマでどんなフレーバーが登場するのか。 ファンは期待を膨らませています。ナンバーアンダーラインアイのメンバーがどんなトークを繰り広げ、どんなビアボールのアイデアを紹介してくれるのか、毎週の楽しみとなっています。夏をさらに楽しくするためのビアボールとナンバーアンダーラインアイのトークショーは、多くの人に新しい楽しみ方を提供してくれました。簡単に作れるビアボールは、 自宅でのリラックスタイムや友人との集まりにぴったりです。ナンバ・ーアンダーライン・アイのメンバーが紹介するフレーバーを参考にしながら自分好みのビアボールを作ってみてはいかがでしょうか。最後に皆さんに質問です。今年の夏、どんなビアボールを試してみたいですかナンバ・ーアンダーライン・アイのメンバーと一緒に新しい夏の思い出を作りましょう。 次回のトークショーもお楽しみに。ナンバーアンダーラインアイのトークショーは単なる情報発信にとどまりません。視聴者とのインタラクションを大切にし、彼らの声を積極的に取り入れています。例えば、ファンから寄せられたビアボールのアイデアや感想を紹介することで、より身近に感じてもらう工夫をしています。このような双方向のコミュニケーションは、 視聴者との絆を深め、より一層の支持を得ることにつながっています。ビアボールは、まだまだ進化の余地があります。例えば、アルコールが苦手な人向けに、ノンアルコールビアボールの開発も期待されています。ビールの風味を残しつつ、アルコール分をカットすることで、さらに多くの人が楽しめるようになるでしょう。また、環境に配慮したサステナブルなパッケージや、 地元の特産品を使ったフレーバーなど新しい挑戦も進められています。ビアボールの人気は日本国内にとどまらず海外にも広がりつつあります。特にビール文化が根付いている国々では新しい飲み方として注目されています。これからの展開として海外のビールと日本のフレーバーを組み合わせたコラボレーションなども期待されます。 異文化交流を通じて新しいビアボールのスタイルが誕生するかもしれません。ビアボールは単なる飲み物ではなく新しい楽しみ方を提案するライフスタイルの一部です。夏の一時に家族や友人と一緒にビアボールを楽しむことで素敵な思い出が生まれます。この記事を読んでくださった皆さんもぜひ自分だけのビアボールを作ってみてください。最後に 皆さんにもう一度問いかけます。今年の夏、どんなビアボールを試してみたいですかナンバーアンダーライン愛のメンバーと共に、新しい体験と発見の夏を楽しみましょう。次回のトークショーでも、さらに楽しいアイデアが紹介されることを期待して、一緒に夏を満喫しましょう。この夏、ビアボールで爽やかなひとときを過ごし、素敵な思い出をたくさん作ってください。 ビアボールとともに楽しい夏をお過ごしください。